私は愛の発信をするために生かされし者、自分の人生を歩みに来たわけじゃない。伝えるため、世界中の人々の中にある光を、神様を知ってもらうために生かされている。ただそれだけのこと。みんな持っているもの、思い出させる人って言ったらわかりやすいかな。世界中にそういう人たちはたくさん出てきている。私はその中の一人。ただそれだけのこと。何も不思議なことじゃない。できないこと、たくさんある。だって人間なんだもの。完璧である必要はない。そして完璧なる存在。私がやること、愛の発信、ただ一つ。自我を手放した私は、すべて天のシナリオ通りに、この身を委ねる、委ねのステージ。あとは私がやることじゃない。